レオコ秋山のゲセワイド。この生放送も残念な私だよ、私パイバーグだよ。先日後輩に今度のパーティーで彼氏をゲットするために何か差し入れ持ってこうと思ってるんだけど何がいいですかって相談されたの。だから私はこうアドバイスしたの。絶対に彼氏が欲しいなら真ん中に真っ赤なチェリーが乗ったパイを2つ持っていきなさいってね。パイオーツニュー。ゲセワイド MC 森本涼子です。よろしくお願いします。いやーよかったですね。ご立腹です。始まる前からあの桃尻娘さんがめちゃくちゃ広告いただいてるんで、はいはい、ちょっと私なんかねそれが出てない。どうやって、はい、あこれですかね。お世話ですね、はい、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。桃尻バーグさん。はい。はい。はい、あ、桃尻娘さん。ごめんなさい。ちょっと新しい名前したいでください。桃尻バーグさん。ごめんなさい。桃尻バーグさん、私ですね。はい、ありがとうございますね。今年の流行語大賞は入りますよ、ニューが。ニュー、ね、ニュー。ねえ、入りますよね。やっぱのっぽさんって言われてますね。そうですね、はい、おかしなジャンルの意識してるんですけどね。はい、じゃあ私があの子ですか、マチルダですか。そうですね、マチルダちゃんでございます。はい、こんなマチルダケバくなっちゃダメでしょ。やっぱマチルダやっぱなんかあったんですか。お役ってそういうもんじゃないですか。まあそうですよね、はい、目の前でね、自分を助けてくれた人が自分を守って死んだらね。そうですよ、マチルダもこうなりますよね。グレますよ。こういうスタイルで殺し屋やってるんですか。やってるんですよ、マチルダは今。ここにチョーカー巻いてやってるんですよ。こうなりますからね、はい、今可愛い子役だってこうなるんですよ、ね、私は子供の頃足玉内に出たんです。いろいろあります皆さんね。まずですね、はい、アシスタントをせます、ゲスナッチと下品な墓が生まれた、はい、ゲスナッチとアゲナギヤマです。さあということでまずはこの番組の説明をしたいと思います。はい、この番組は女性ライター界で確固たる地位を築いている編集あがいの小木のライター森本涼子が歯にキスキスのトークで日本に新たな風を吹かす特番機となっております。にわかの来店ライターなどになったですね、本物のライターとして業界のゲスナッチの話題をファニーにお届けしたいと思います。よろしくお願いします。ゲスライドのためみたいな事件が大量にありましたんでね。大量というか一個がでかいな。あれもやっぱすごかったですね。すごかったです。衝撃でしたね。はい。はい、言わないわけにいかないですもんね。やっぱゲスライドで。そうですね。はい。あの大事件。この何ていうんですか、その民たちが、平凡な人間たちが。やれこの女子ライターの首取ったように、はい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 、女子ライターっていうのは結婚もしてて隠してて、はい、彼氏なんか隠す、はい、あいつらとか、うん、もう鬼の首取ったように言うじゃないですか、はい、今やっぱあの人は違いますよ。違います。自分から彼氏を紹介するっていう、ね、名前まで呼んでましたからね。これなんとかかんとかって言うんですけど、いやだから本当にはい、もう篠田さんと一緒ですよね、流れはね。そうですね、録音で、うん、あのね、流したのが、はい、男性側か女性側かの違いだけで。いやでもやっぱ自分でっていうのがすごいですけどね。あれはいや私大人の女の人がえーんって泣くところ週に2回も聞きましたよ。そうですね、あれ。あとやっぱすごいなって思ったのは、はい、ツイキャスをやらなきゃいけないわけですよ、自分で。うんうんうん。やってる途中でああなったのかどうか知らないです、まず。多分あのために始めたわけですよね。多分そうだと思います。やってる途中で急にじゃないですもんね。はい、だから多分こうやって自分で、はい、まあ多分こっちの勝手な予想ですけどね、はい、あのあそこの、まあ、皆さんも知っている部分しか我々も聞いてないので、うん、多分まあ喧嘩してる何なりあったんでしょうと、はい、うんうんうん、なんだお前、ね、いい争いになる何なりありますよ、それはもう夫婦だって、まあ、うちは喧嘩したことないですけど、ね、いらねーいらねいらねー、ね、そののろけ超いらねー、ね、いろいろあるんですけど、まあ多分夫婦で血は喧嘩なのか彼氏とそういう風になるわけじゃないですか、はい、なんだお前やんのかよ、ふざけんなよ、うん、なんだよこの絵やろうもう私ってこの流れじゃないですかね。そう考えると知らないですよ、そこは詳しく聞いてないんで。ああ、いや私その事件の数日後に仕事で一緒になってるんで。なるほどなるほど。逆になんかうんうん言っちゃうと肯定しちゃったみたいな感じになるんで、はいはいはい、ちょっと今気を使ってるんですだいぶ、はい、そうなんです。で多分あのツイキャスじゃないですかあれ、はい、ツイキャスのアプリ消したって言ってました。あ、なるほどね。もう二度とああいうことを起こさないように、はい、ツイキャスのアプリは消しましたって
まあ、しちゃってましたよ。 あれですもんね。だってその大崎さんにツイッターやんなって我々が言うのと一緒のことですよ。一緒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 、あるからやってしまうんだっていう、まあ、これに関してはあの我々、まあ、たまによく名前が出るゼイドンドンの一岡とかも一緒なんですよ酔っ払って、ね、岸本もそうですけど、はいはい、酔っ払ってするなと。でも、まあ、ね、よくないね、うん、それあれはすごいっすよね、はい、え、うん、事件知らない方いらっしゃるんですか。あ、それはもう調べてくださいですね、うん、あのもうあのもう今ねその辺の名前も皆さん上がってると思うんで、はい、もうあの簡単です。フルスローで調べればすぐ分かる。やっぱ物が違う、うん、うん、でかだから他の女性よく前言ったじゃないですか、あれ、はい、有料の時かな、その原口さんの話になって、うんうん、あの OL の格好とかした方がいいよみたいな話したじゃないですか、うんうんうん、でもそれって要は、はい、なんですか、その話題作り自ら、うんうんうん、で、うん、炎上しようが何しようが名前が世に広まるっていうのがプラスみたいなものじゃないですか、うんうん、あれは勝てないですよね。勝てない、あれはすごいですよね。なんだろう、台本では想像のできない、いやそうですね、まずシナリオだし、はい、あとタイミングもいい。あのタイミング、ちょっとずつ早くなってきてるんですよ、うん、その燃える、なるほどね、うんうん、でみんながもう小手半を忘れてもうリカシャフリカシャフになってきた頃に本物を見せつける。やっとこないと。でそのちょっと前に多分ね、あのパチカス女子大生の子もなんかわーってやってたんですよ。あ、なんか元カノのこと書いたみたいなやつでしたっけ、なんかありましたね。わーってなってて、わーってなってるとこドンなんで、うん、やっぱ気持ちが良かったですね。やっぱしかも、うん、あれやられたら誰も勝てないですもんね。勝てない。あれより上のはできないですもんね、だってね。できない。だからやっぱこのちっちゃいかまってちゃんたちをドーンと、もうドンで潰してしまうっていうあのパワーが、あれはすごい、やっぱ痺れましたね。はい、ただね、うん、難しい現状だからあれですけど、うん、そのテレビとかだったら、はい、今あの状況になって篠田さんテレビ出そうってならないじゃないですか。ならない、ね、あの状況で今だったら例えばバラエティ呼んだって、はい、芸人はいじりたいけど絶対無理だし、うん、みたいな、うんうんうん、で、あのね、かこちゃんとかをね、はい、今テレビ出してね、うん、タバコのこといじれるって10年以上の時を経てやっといけるみたいな現状じゃないですか。はい、でこの今この旬なタイミングで篠田さん出してって、うん、多分誰もできないし、できないです、コンプラが的なとこで、うん、もうやりましょうやりましょう当たり前ですからってなるじゃないですか。はい、うん、それやっぱこの業界は、はい、あの当たり前に今後も使っていこうっていう、これがすごいんですよ。だからもっとやれるわけですよ。そうですね、はい、もっとやれるわけですね。そうなんですよ、うんうん、だこれはまだまだあるはずなんでね、うん、だって寂しかったんだもんね。それはね、もう一緒ですもんね、うんうん、でもあの篠田さんのあれは、まあ、聞きましたけど、うん、旦那も本当に好きなんかなって思いましたけど ね正直、まあ、それは悪いよ、うん、悪いけど、うん、それを、まあ、分かったとて、あの詰め方はやっぱちょっと、いやっていうか、なんかまあ分かんないですよ、その証拠ないなんなりしないと、証拠ないなんなりしないと、その例えば親権の問題とかいろいろあるとしても表に出す必要はないかなっていう話じゃないですか。その戦いの場だけでね、例えばあれが裁判で証拠として採用されて裁判の結果あれが世に出るんだったらまだ分かるんですよ。それかまあいろいろこう調査していく過程で本当に嫌いになったのかもしれない、まあうね、もう潰すぞぐらいの嫌いになったのかもしれないけど、すっごい愛情のもう微塵も感じられない詰め方するなと思って、なんかすごいあれですよね、あの海外の浮気撃退番組みたいな、うん、いやもうあのやり方がそのアメリカとかは本当にやるじゃないですか、はいはいはい、あのなんか浮気と、もう昔の日本だったら素人にドッキリかけるなんて当たり前にあった、うんうん、でも今はコンプラでできないみたいになってるんですけど、アメリカとか未だにやるじゃないですか、うん、なんか彼女が来て今回の浮気調査みたいな、うん、あどこどこで行ってんのみんなでっつって本当に突撃して、うんうん、何よその女みたいな、マジでピンタとかするじゃないですか、なんかその感じでやっぱすごいなと思いましたけどね、うん、すごいですね。そう、まさに今、ね、うん、ガレソさんとゼトイさんのツイッターがっていう、でもあそこのツイッターがすごいっていうよりは、まあ、これあのコレコレさんとかもそうです、はい、まあ、言ったらフルスローさんもそうです、うん、そういうポジションが確立して、うん、そうなったら、うん、勝手に集まるでしょ、もうそうなんですよ ね、もうそこに言えば広めてくれるだから、うんうんうん、すごい情報ですね。何なんですかね、その、まあ、死刑ですよね、私刑とか。あ、もうそう、うん、いやすごい、いや、うん、あの僕阿蘇山大噴火さんじゃないですね裁判傍聴してます、裁判の話してますからね、
よく中野で歩いてるの見ましたけど、麻生さん、大文化さんはひげもっと長いです。長いですね、はい、髪ももっと長いです、ね、はい、あとスカートを履いています、はいはい、僕オーバーオールなんで、うん、いやだからすごかったっすね。だからそのね、あのやつも、はい、あれだってもうね、よくある一生消えないデータじゃないですか、うん、だってあそこに上がった以上、うん、あの人今だからあの動画何人が、うん、持ってるみたいなレベルじゃないですか多分。そうですね、うん、すごかった。やっぱすごいな、レベルが違うなと思いましたね。だからあの本当今後も期待できますね。そうですね、だから次を予想したいんですよ、うん、まあこれはね、義勇義勇になってきました。そのやつは、うん、なんかもう言い方言うと笑っていいって言い方良くないですけど、うん、でもなんか悪いことじゃないです。そうそうそうですね。言ったらその犯罪してるとかじゃないから、ないない、血は喧嘩をアップしたって話ですかね。そうそうそう、例えばあれが結婚してて不倫とかってなっちゃうとまた別の話になるんですけど、まあそうですね、まあ、別にその殴られたとかでもなさそうだし、そうそうそう、だからそういうのは全然あれなんですけど、なんかそのジャンル的にはあのせいやさんとか上あのイグチンランドのあれとなんか系統的には一緒ですよね。そう、まあ、その辺のあれだから、だからそういうのだからまだね、この業界でまあ多分やっていけると思うんですけど、うん、この業界出しちゃいけない悪いことしてる人たちがいっぱいいるんで、そういうのが明るみに出たら二度と出れないと思いますんで ね、 あ、今後はそういうのがどんどん出てくると思いますね。楽しみですね。下世ワイドももしかしたらもう本当あよなんか下世ワイドに情報を送ってくれるみたいな感じに。でもそしたら自分悪いことできないじゃないですか。したんですか。そりゃちょっとぐらいしたいでしょ。どういう悪いことしたんですか。なんかもうなんかその何ですか、常にこう正しくなきゃいけないって追い詰められそうで嫌です。ああそうですか、うんうん、なんかその正しく生きられないからこういう仕事してるわけじゃないですか、はいはいはい、それがもう常に常日頃なんかやらなきゃいけない、ダイパンもなんか多分ダメだろうし、コテハンもダメだろうし、あなるほどね、なんかもう辛いな、もう万が一浮気でもした日には首つんなきゃいけないんだろうなと。ああいやでもそれが浮気って言うからよくないじゃないですか。そのえ本気って言えばいいんですか。じゃあ上体です、上体。上体、はい、ああ木じゃなくてね。そうそう、気持ちは全然、はいはい、だから僕は常に言ってますけど、上体で上体。上体はセーフなんですか。上体セーフです。何が悪いんですか。あやばいな。そうそう、上体の悪い意味教えてくださいよ。そうで、まあでも自分から最初にそう言っとけばいいのか。そうです、だって俺はやるぜって言っとけばいいんですね、うん、石原裕次郎みたいな、俺はやるぜ。やるぜ。いや違う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 、だからあの女性が、うん、グッズを使って一人エッチをする、うん、あはいはい、男性がグッズを使って一人エッチをする、うん、ちょっとお金払って風俗店に行って、うん、女性を使って一人エッチをする、うん、いや無理無理無理、もうまさにもうそれだけですね。秋葉さん、はい、無理です。意味がわからないですね。ちょっとこれさ、はい、無理ですね、はい、全然全然それだけです。無理だな、うん、秘密基地の話しちゃう。あれじゃないですか、飛び火してたじゃないですか、篠田さんの一件が。あーそうかそうか。あ、まあ、そういうのになったらもう話違うよね。そうですね。だ匿名 OL に出たのが騒動後に急遽決まった、それとも以前から以前から決まってる、決まってるじゃないですか。そりゃそんな急遽オファーして来てくれるようなね。じゃ逆に言うと、逆に言うとあれが出たからっつって匿名 OL にオファーだってもししたとしたら、それはディレクターとプロデューサーと会社が気狂ってますよ、うん、それはしちゃダメだもん。だって何日か後なのに、その元々のゲストだって絶対いたわけじゃない。そう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 、それ潰してまでってことになりますからね。それはそれしてたら本当おかしいね、うんうん、いや結構前から決まってました、うん、はい、ね、はい、なるほどね。まあまあ今後ゆうかさんが休もって段階から誰に来てほしいかなって、うん、一応なんかこういう人に来てほしいなみたいな話をしてたんで、うん、結構早い段階からこの場で、OL の写真撮って送れっつって僕撮ったのに全然いじられなかったですけど、どういうことですか。プロデューサー的な人が、すいません、あちょっとあいつやってますね。いやちょっとね、あんたちょっと良くないよね。だ私がリツイートしてるんだから、うん、見てないことはないと思う。ね、ほんとひどいよねあれね。嫁が深夜に俺に紅塗った気持ち分かります。これでどうにか人受けできるとっていう、あ人受け人受けっていう、6歳と3歳の子供を寝かしつけた後、はいはい、嫁が古い服取り出して着れるかな、どうしようかな、ちょっと紅塗りますかってやった嫁の気持ち、チークもやって、チークもやってましたね。本当に、あ本当にいい奥さんだな、本当に。だから原口さんにね、うん、OL の格好して準備できてますってやった方が、うん、絶対チャンスあるよって言ったんですけど、うん、僕がやった結果、ごめんなさい、なかったです。すいません。原口さん、なんか労力つかなくてよかったですね。ちょっと本当に世間に恥をさらしただけですね。はい、
兄から滑ってるよっていうラインが届きました。兄から兄、はい、いただきました。あ、はい、私の引用リツイートが良くなかったんかな。お、やる気満々だったんですけどね。もう言ってくれれば俺あの格好で電車乗って現場行ってやろうと思ってましたから。一番ウケるでしょ、芸人魂。どこのホールか知らないけど、はいはい、待ち合わせ場所が駅だとしたら、はいはい、駅から俺があの格好で来る。カメラも何も回ってないけど、はい、朝からこの格好で僕は電車乗ってきたんですっていう、はい、いやね、でもちょっと話に上がってましたよ、そのツイッターじゃなくて。あ、生放送か何かですか。あ、なんだろう、その雑談で。あ、そうなんですか。上がってて、その琵琶湖さんたちをあの従えた、なんかこう4人とかで来てもらった方がいいですね、みたいな感じで。なるほど、バチバチのね、みたいなね。そうそう、うん、そういうのね、あるかもしれないですね。特番とかでね、やりたいですね。琵琶湖さんとやったら効果あったかもって。いや、琵琶湖さんとやったって、なんで俺メイクして琵琶湖さん一緒に写真撮ってもらっていいですか。琵琶湖さんもなぜか、なんか出たいわって言ってて、うん、なんでかなと思ったら、OL とかやったことないから。いや別に皆さん OL の格好するだけで OL を体験する番組じゃないのよと知ってんのかなと思いましたけど、普通に OL やると思ってきちゃうんだうち OL やったことないからやってみたいわのノリで。さすがっすねいや違うって見たらわかるやろみたいな最初のコーナー行く前にありますか、新年一発目の。やりましょう、やりまお願いします。新年一発目の、新年一発目2023おパンティークイズ。いいですか、いいですか、皆さんお年玉プレゼント忘れてるんですよこれはワンチャンありますよ、どう考えたって。ね、何でもかんでも忘れますからね、はい、今からレンコさんが今日おパンティを履いているかどうかのクイズを出します、うん、正解は有料になった人しか見れないわけですからね。絵文字の拍手が飛んできた、素晴らしい、これ新年一発目、もしかしたら新年一発目今年から切り替えてる可能性ありますからね。そうですね、ノーパン健康法に、ありますね、なんかふんどしとかね締め付けなくてこういいって言いますからね。言いますからね、グラビアアイドルとかで、ね、やってるって全然言いますからね、うんうんうん、はい、黒ずまないんですよね、はいはい、これは忘れてますから、皆さん一体どうなるのか。はい、では私森本レオ子がおパンティー履いているのか履いていないのか当てるだけの 50% の、はい、ゲームでございます、はい、正解は5秒後です。5、4、3、2、1、